これで3つとも手に入れたね。フィリアちゃん、嬉しそうだね。それはそうだよ。だって宝の山が眠ってるって噂のあった幽霊船で探索ができて、なおかつ3つのレアアイテムを手に入れられたんだから。あ、ごめんね、こんな時なのについ浮かれちゃって。いや、フィリアのおかげで手に入ったんだ。むしろそのトレジャーハンター魂様々だぜ。でも正直その装備って今回の対エネミー戦に限って有効なんだよね。普段の ALO のプレイにはそこまで大きな影響はないんじゃない？ノンノン、レイン違うわ。もちろん役に立つアイテムは嬉しいけど、レアなものを手に入れること自体に喜びを感じるのがトレジャーハンターの醍醐味なのよ。そうよね、決して戦うだけじゃない、強くなるだけじゃないのが VRMMO の楽しみの一つだものね。なんか必死になりすぎて楽しむことを忘れてたかもしれないわ。まあ楽しんでられない状況ではあるんだけどね。そうですね、ゆいちゃんがここにいたらちょっと怒られちゃうかもです。皆さんもっと楽しみましょうって。みんな、今回はすまない、いろいろと巻き込んじゃって。何言ってるんだよキリト、僕たちは望んで協力してるんだから、そんなこと言わないでよ。そうね、今さらそんな風に言われるのはむしろ他人行儀で失礼だわ。すまんだからお兄ちゃん謝らないの。なんだか楽しい、みんなのそんな顔とかキギトのそんな顔とか久しぶりに見た気がする。そうだね、うん、こうしてみんなで笑顔でゆいちゃんを出迎えたいね。なあ、よし、幽霊船を出るぞ。フィリア、心残りはないか？もちろん大丈夫だよ、行こう。足踏みしている暇はないの、とっととやっつけちゃうの。海の生き物が船に上がってきちゃいけねえな。とっとと焼き板になっちまいな。ニコ、甲板を燃やさないように。次よし、倒したな。さあ、再び荒野へ移動だ。目指すはレジェンド級エネミー。レジェンド級エネミーとの真っ向勝負か。さすがに緊張するな。おいおい、対エネミー戦に関してはお前が知っては先輩じゃないか。正面切って倒すという勝負は初めてなんですよ。でも今回はザ・トリニティがある。大丈夫、きっと倒せるよ。母は強しだな。よし、行くぞ。要するにチート級の相手ってことだな。面白いじゃないか、ぶっ飛ばしてやれ。まだ余裕だぜ。
ました。倒しましたよ。はあ、にわかには信じがたいが。まさか本当に倒せちゃうなんて思わなかったね。特攻っていうズルをしたとはいえ、レジェンド級を倒せるなんてね。ちーちゃん、特攻は別にズルじゃないよ。いい経験をさせてもらったわ。これもみんな妖精さんたちのおかげね。はい、なのです。戻ったらバーストリンカーの人たちに自慢するのです。まあ誰も信じちゃくれねえだろうけどな。キリト、何かドロップした？ああ、加速の飛翔か。加速だと？加速は私たちにとって見過ごせない単語なの。ねえ、それって素材アイテムよね。ちょっと見せて。ああ、やっぱり火事加工によって本来の力を発揮できるみたい。この素材で生成した武器にはアクセルの効果が付随されるですって。アクセル？武器で攻撃した対象の時間を早める効果がある。ただし攻撃力は無効化されダメージはない。その効果どれくらいなんだ？正確にはちゃんと調べないとわからないけど、オブジェクトの時間を早めるって言っても1000年とかはさすがに無理みたいよ。そんな効果のアイテムは聞いたことがないが、どういう時に使えばいいんだ？お料理用の食材を発酵させたりとか？な、ダメ元で聞いてみるけどよ、バベルって時間流に乗って過去に自分の分身を飛ばしたって未来のストレアが言ってたよな。同じ方法を使う、もしくは逆の方法を使えば俺らもいけるんじゃねえか？もしその方法があるとしても、あの用意周到なバベルが私たちにバラすような隙を残してるとは考えられないよ。それにバベルの過去への移動って実体のない遠距離通信みたいなものでしょ。僕たちはオリジナルで未来に行く方法を作り出さなきゃいけないってことなんだよね。加速、アクセル、なんかここにヒントがあるような気がしますよね。そうだな、未来のストレイも言っていた何かを倒して加速のと、あれはきっとレジェンド級エネミーのことだったんだな。残りの2体からも何か手に入るかもしれない。それで光明が見えるといいな。ヒャッハー、2体目のゴッドクラスエネミーブロークン。お兄ちゃん、また素材アイテムがドロップしたよ。ああ、今度のはと。約束の戦争？約束？今度は耳なじみがないですね。ちょっと見せて。ああ、これも鍛冶素材なのね。武器に生成されることで初めて効果を発動させられる。その効果はコンバース、アクセルとは真逆の効果って書いてあるよ。それって対象オブジェクトを過去の姿にするってことでしょうか？私のシトロンコールのアイテム版って感じ？なるほど。となると残り1体のエネミーからは何が手に入るんだ？よし、3体目も倒しに行こう。それで改めて検討しなきゃね。未来に行く手段は。ついに倒したね、最後のエネミー。うん、きつかったけど
これでエネミー戦も終わりだね。最後のドロップは強化の剣眼。この素材の効果はバフ。一緒に加工した素材の効果を圧倒的に高めることができるのね。その効果量は本来持つ効果の事情。とんでもない素材ね。アクセル、コンバース、そしてバフが2つ。これって、ああ、アクセルとコンバース、それぞれにバフを使って効果を倍加させる。スーパーアクセル的な武器とスーパーコンバース的な武器が一つずつ作れるってことだね。加速と逆速、この2つの事象を使って VRMMO の時間を飛び越えるか。でもよ、キリト、いくらその効果のあるアイテムがあったとしても、本当に未来になっていけるかどうかわかんねえぞ。俺たちには悩んでる暇も余裕もないんだ。アクセルなんて言葉があって、晴れゆきたちにその言葉の意味を教えられた今、ここにすがりつくしかないじゃないか。確かに、そうだな。よし、わかったぜ。その方向で考えてみようぜ。問題はどうやるかだよね。アバターもオブジェクトの一種とみなされるから効果はかけられるけど、みんな大事なことを忘れてるの。仮にそれを誰かに使ったとして、千年を加速できたとするの。でもその人の体感時間はどうなるの？加速とはリアルで流れる時間を超えるということ。別に当人の体感時間が変わるわけじゃないの。つまりその人が千年待つことに変わりはないわけね。千年、俺はユイのためなら。キリト、そうやって強がるのよくないよ。人が千年も脳を働かせ続けるなんて無理だよ。ねえ、アクセルって対象の時間を早めるだけで、別に加速世界の時間を早めるわけじゃないよね。仮に人に使用してもその人が年を取るだけで、別に根本的な解決にならなくない？言われてみればそうだな。ってことは人を対象にするのはやるだけ損か。あのね、ちょっと論点ずれるかもしれないけど、こういうタイムパラドックスものってよく小説とか映画であるよね。時間によって歴史が改変された時って実際はどうなるのかな。可能性として様々なパターンがあるんだ。本来の時間軸と改変された時間軸、2つの世界線に分かれてしまうパターン、一つの時間軸上できちんと歴史が改変されるパターン。そうね。あとは改変自体も歴史の大きな流れに過ぎない。歴史というものが生き物のように変化を望まないパターン、つまり人の生き死には事件は覆らない、悲劇を回避できない運命論パターンもあるわ。あのね、私たちの歴史はどれに当てはまるのかな。結局のところ時間素行によって何が起きるかなんて誰にも予想できないのよ。少し考える時間をくれないか。キリトさん、あの、一旦町に戻りませんか。そうだね、落ち着いて考えよう。手に入れた素材だってちゃんと加工できるのか確かめなきゃ。私とレインはまずそれを調べるわ。みんな後で町の家事スペースに集合ね。キリト君。アスナ。キリト君、なんて顔してるの。一人で抱え込んじゃダメだよ。あのね、みんながいろいろ考えてくれて、全員が一緒に未来に行ける可能性も出てきたんだよ。ぜ、
全員が？本当か？うん、バベルの塔の空間の特徴を覚えてるでしょ。虚無か。あれは俺も使えないか考えていた。虚無に閉じ込められた状態でスーパーアクセルをすれば、体感時間は変えないまま千年の時を超えられる。ただそれだと結局俺たちの時間が進むだけで世界の時間は進まない。 ALO 全体を加速させないといけないんじゃないのか。うん、だからこの ALO を統一化、ユニフィケーションするんだよ。それは世界全体を一つのオブジェクトにするってことか。そう、 ALO もゲームである以上データの統合はできる。しかしどうやって？ GM コンソールはもう使えないだろう。だからそこで春雪くんたちの真意の力を借りるの。バベルの塔にあったコンソールに真意の力をぶつけてもらって、もう一度 ALO の GM コンソールを起動する。なるほど、確かに真意の乱発がコンソール出現の鍵になっていたな。 GM コンソールを使って統合したデータにスーパーアクセル効果を持つ武器を使うってことか。でも誰がその武器を使うんだ？俺たちも ALO アバターである以上一緒に統合されるだろう。うん、そこでもう一つ手順を踏むの。メタトロンがよく言ってたハイエストレベルってあるでしょ。あれは世界を俯瞰できる一種の神の視点なんだって。そこで武器を使うのか。その間俺たちは虚無の空間にとどまっているということだな。バフによって強化されたスーパーアクセルの効果は1000倍かける1000倍の加速。私たちが1000年の時を超える間に現実世界ではおよそ8時間しか時間が経っていないことになる。なるほど、そりゃすごい合わせ技だな。たく、一人で考えてても本当ダメだな。俺はみんなに頼りっぱなしだ。みんなもそれを聞きたがってるんじゃないかな。キリト君が一人先走るのをこれまで何度も見てきたからね。そうだな。後で一人一人にしっかり感謝の言葉を伝えさせていただきます。これであとはキリト君が信じるかどうかだよ。私たちの世界に存在する歴史改変のルールが私たちにとって救いとなるか。もちろん信じるさ。俺たちは必ず未来に行く。そこでユイを取り戻す。うん、さ、カジスペースに行こう。あの素材についてリズとレインちゃんが調べてくれてるはずだよ。リズ、レイン、どうだ、素材の加工はできそうか。なんとかできそうだよ。レイン、表情がこわばってるぞ。そりゃそうよ、超レア素材な上、一回しかチャンスのない加工ですもの。緊張して当然よ。そうだな、すまん。まず今回手に入れた素材だけど、加工の際に求めてくる熟練度のレベルがものすごく高いの。たとえ鍛冶スキルの熟練度がマックスでも素材加工の成功率が 10% に満たないのよ。なんだよそれ。うん、だから私たちあれを使おうと思ったんだ。前に手に入れたレプラコーンの秘宝ベルンド・スミスを。あれを使うことで一時的にレプラコーン2人が鍛冶スイッチをできるようになるの。スイッチをすることで2人の鍛冶成功率が掛け算されて、結果成功率は 90% 近くまで上がるってことよ。リズ、レイン、でもいいのか？あれはレプラコーンたちが秘匿し続けた超レアアイテムだぞ。キリト君、私は今回何かの役に立てたくて秘宝を探しに行ったんだよ。そうよ、ここで使わないでいつ使うっていうの。二人ともすまない。さあレイン、
気持ちを家事に向けて集中するわよ。うん、リズッチ。リズさん、頑張ってください。レインもリラックスだよ。二人ともファイトなのです。よし、じゃあ行くわよ。レイン、スイッチ。はい。剣、そして逆速武器月光の飾り剣、無事に加工成功だよ。やったわね、レイン。あ、リズッチ、よかったよ。ちょっと泣くことないでしょ。90% とはいえ、内心ヒヤヒヤしたぜ。俺は二人なら必ずやってくれるって信じていたぜ。ありがとよし、一旦未来に行く方法をおさらいしておこう。まず俺たちはバベルの塔に向かい、晴れ行きたちバーストリンカーが GM コンソールに真意をぶつける。 GM コンソールの起動を確認したら、俺がホロキーボードを操作して ALO のユニフィケーションを行う。その直後に塔の門を閉じて、バベルの塔内部を虚無空間にするんだね。門は内側から閉じることが可能だが、閉まった時点で虚無となるため、内側からの解放は不可能だ。私はハイエストレベルへと上り、 ALO の統一化、バベルの塔の虚無化を確認した後、ストレアが太陽の飾り剣を世界へと突き刺す。うん、ちゃんと私をなんとかレベルに連れて行ってね、メタトロちゃん。ストレア、本当にいいのか。統一化された ALO が千年の時を過ごしている間、ストレアとメタトロンにはその外側の世界、ハイエストレベルで待ってもらうわけだが、一つ心配なことがある。統一化されなかったお前たちも元は仮想世界の住人だ。流れゆく時間の感覚はシステム側に依存される危険もあるんじゃないのか。加速の外側にいながら千年の時間を過ごすということですね。ああ、もしかしたら千年の時間をお前たち二人に耐えてもらうことになってしまうかもしれない。でも私たちしかいないでしょ。千年なんて時間に耐えられるのって、そもそも武器を使える NPC って時点でこのパーティーじゃ私しかいないんだし。でもお前千年だぞ。大丈夫だって。未来の私だって、メタトロちゃんだって、加速世界でそれくらい平気で過ごしてるんだもん。私のような高位の存在にとって千年など取るに足らない時間です。ほら、 NPC にはスリープ機能もあるから、設定しておけば平気でずっと寝てられるし、千年なんてあっという間だよ。そうか、ストレア、すまない、頼むぞ。じゃあね、じゃあね。パパ、最後にギュッとして。が、またそれかよ。早く早く。えっとじゃあ私も一緒に。ストレア、お願いね。はあ。
ちゃった。あー、いい匂い。この匂いずっと覚えてるね。メタトロン、なんですかしもべ、その両手を広げたポーズは。いや、嫌ならいいんだけど、ほら、僕たちもしばらく会えないから。いいでしょう。千年後にあなたたちのことを忘れているわけにはいきませんからね。メタトロン、頼んだぞ。言われるまでもありません。さあ、ここでグズグズしている暇はありませんよ。しもべたち、塔へ向かうのです。未来に行く準備はいい？お兄ちゃん、最終確認 OK だよ。 ALO にログインしてたプレイヤーたちはみんなログアウトしてもらえたよ。よし、すぐ。ありがとう。おそらくこの超加速によって我々はオーバーライドを追い越す。仮想世界が千年経った際、メタトロンとストレアは未来のストレアに事情を伝えてほしい。ただ実際にハイエストレベルから降りるのはなしだ。その場に留まったままメッセージなりを届けてやってくれ。じゃあ今の二人とは未来の ALO では会えないってことなんだね。なあ、やめておいた方がいいだろうな。同一の存在が同じ世界にいたらシステムが混乱するかもしれない。もろもろラジャーだよ。私たちはハイエストレベルにいたまま事情だけをもう一人の私に伝えられるようにしておくから。場合によってはストレアの修練の結果を一時的に未来のストレアに移行させることも可能かもしれませんね。なるほど、ステータスデータのコンバートか。大変そうだが、それは助かるぜ。ここから先は誰もが未到達の領域だ。時も迫っている。そうだね。じゃあいよいよ開始ですね。ああ、みんな持ち場についてくれ。作戦スタートだ。ではしばしの別れです、しもべたち。じゃあまたね。千年経ったら起こすね。ああ、頼んだぞ二人とも。春行き、俺は申し訳ない。ユイを守れなかったのは俺の責任だ。なのになぜバーストリンカーのみんなもこうまでして俺たちのために尽くしてくれるんだ。キリトさん、それはもちろん僕らの都合だってありますよ。こっちだとバーストポイントがよく溜まるとか、もともと楽しそうな新エリアだと思ってきたとか。クロムディザスターはどうやってバベルに目覚めさせられてしまったのか知りたいとも思ってます。でも何でしょうね、結局は僕たちがキリトさんたちのことを好きだからなんだと思います。春行き、僕らよりも少し過去の世界で同じように仮想世界で戦い、時間と情熱を傾けた人たちがいてくれて嬉しかったんです。そうか、だからそんな風に言わないでください。僕はみんなもこう思ってるはずです。未来へ加速するため、キリトさんがユイちゃんを助けに未来へ行く、その手助けをするために、加速するものとしてバーストリンカーである僕らはこの世界に来たんだって。これはきっとバーストリンカーの僕らに与えられた、僕らにしかできないクエストなんです。そう考えたらようやくここに来た理由が分かった気がしたんです。春行き、ありがとう。だからこれからもドーンと頼ってくださいね。
頼むぜ、春行。今回の一件が解決したら何かお礼をさせてくれ。お礼ですか。そうですね。じゃあデュエルさせてください。デュエル、前にやったじゃないか、出会い頭に。ああいうのじゃなくて、もっとクールに熱い試合形式で頼みます。一度キリトさんとは本気でぶつかってみたかったんです。さすが対戦格闘ゲームのプレイヤーだな。よし、わかった、キリト VS シルバークロー、やってやろうじゃないか。はい。みんな、真意の力を最大限に解き放てキリト、コンソールの起動を見落とすんじゃねえぞ。当たり前だ。よし、 GM コンソールが起動。これをこうすれば統一化成功だ。すぐ！お兄ちゃんからの合図来ました。扉を閉めます。これでバベルの塔は再び虚無の空間へと封印されるのね。ストレア、行きますよ、ハイエストレベルの世界へ。おお、すごい。